はい、どうも、ラマックスです。今回ですけども、今現時点の時間が、9月26日の5時55分です。情熱ハーフマラソンの朝を迎えています。だいぶ恒例になってきてると思うんですが、朝ごはんの紹介をしたいと思います。今回はハーフマラソンということもあったし、あと昨日結構普通に食べることができたので、昨日ちょっと残りで、このダブルソフトの食パンを何枚か、あと4枚残ってるんですけども、1枚か2枚食べて終わろうかなと思っています。それ以外は何も買ってきてないので多分これで終わろうと思います。さっきも言ったようにハーフですし、昨日も夜も食べたので、まあハーフだったら昨日の夜の分のエネルギーで十分最後まで持つかなと思うので、これぐらいにしておきたいと思っています。あまり食べすぎて体が重くなったり、お腹に溜まった状態で走るよりかは少し、空腹で走った方が僕の中ではまだまだ走れるなっていう感じはあるので、今回はこんな感じで朝ごはんを終わっていきたいと思います。一応前日の練習内容的には50分、朝50分ジョックの午後40分ジョックしてプラス流し1本入れて、今日朝さっき走ってきたのでは、20分ジョック、だいたい距離で言うと3キロぐらい、本当6分そこそこぐらいのペースでしか走ってないので、まあ体を起こすっていうぐらいのイメージで走ってきています。では、楽しんで走っていきたいと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。